のファンの人たちが一番聞きたいその禅譲時代の話と、それから禅譲を辞める時と、辞めた後のアルシオン、A to Z の話を今日はいろいろ聞いてみたいと思います。大丈夫？大丈夫。よかったよかった。はい、まあ、禅譲の時にさっき脱走したっていうのがあったんだけども、はい、そんなに何回で脱走した？自分なかなか記憶がなくなってしまいまして、大丈夫、うってるのもすごいあるんですけど、うん、なんか聞くと、うん、あったあったっていうようなことがいっぱいありまして、後から思い出す感じ。はい、そうです。後から脱走巡業中に、うん、行くのももう怖くて行けない状態だったんですけど、うん、会長とか、うん、焼きそばかに、うん、乗っかって一緒に連れてってもらって、うん、行くぞって言ってくれて行くんですけど、うん、もうその現場についてすごいこうピリピリした空気が怖くてですね、うん、何かされるから怖いじゃなくて、そのピリピリした雰囲気が怖いの、先輩たちとかので、逃げちゃダメだよって、うん、逃げちゃダメだよ。逃げちゃダメだよ。メイウォークです。逃げちゃダメだよ。そうなんです。すごい逃げちゃダメだからね。逃げちゃダメだからね。そしたらもう準備がこう終わった時点で、うん、リングの準備が、はい、うん、もう会長たちが帰るっていうので、うん、帰ります帰りますって言って一緒に乗っかって帰っちゃったんですよ。試合もしないで、練習もしないで、リングとその会長たちがいつも出してた焼きそばだったり、ジュースとかビールとか出したんだよね。はい、その準備がもう整って帰るって言った社長と一緒に帰っちゃったの。試合もしないです。そういうの。試合も組まれてなかったのかな。組まれてなかった。じゃあ新人だったのかな、まだ。そうです、そうです。あ、本当。でも、はい、それよく社長もさ、会長もさ、乗っけてくれたよね。はい、なんで乗っけてくれたの、それ。帰りますって言った時に何つったの。ガラスの心だからそこはフォローしてやってくれっていうふうに会長に言われてました。うん、あ、会長に自ら言われたんだ。はい、ガラスの心だから。嬉しい。何それ、優しいじゃん。ガラスの心の人にはそんな優しくしてくれるんだ、会長たちも。何、人見てたんだね、ちゃんとね。でも、すごい時代だったので、うん、まあ、もう皆さん先輩たちがバーってこうスポットライトを浴びてるところを見ると、うん、私もあそこに入れたら、うん、リングに入れたのかなって思う思いがすごい強くなると、うん、やっぱりやりたいなって思ったんですけど、うん、それまではカラオケ四十かな、あったね、店長が経営してたカラオケ。そうです、そうです。そこにお前は見えるから、うん、そこで働いてろって言ってくれて、はい、で、そうなんです。本当に、幸せでした。なんかそういった、はい、本当先輩には申し訳ないことをいっぱいしてたんですけど、うん、カラオケで店長をさせてもらっていて、あ、そんな時もあったんだ。はい、普通にその年代ではもらえないようなお給料までいただいたりして。すごい。そうなんです。それで、会長、国マネージャーとかがいらっしゃると、うん、お前まだ戻りたくならないのかって言ってくれるんですよ。あ、ちゃんとそれ見てくれたんだ。そうなんです。すごいね。それで。でもさ、多分なんとなくなんだけど、会長たちからしたら、もしもこれが四十からなかったとしたらね、カラオケボックスの四十からなかったとしたら、はい、他で雇うとこもないわけじゃん。はい、だから、もう戻れって言ったとは思うんだけども、あ、じゃあいいや、ちょうどいいや、店長いないからやらせみたいな。それで、多分他の人雇うよりは、まあ、安い給料で、はい、使えるんだろうからっていうのもあったかもしれないけど、はいはい、そうやって毎回毎回聞き出してくれたのね。戻りたいか、戻りたくなったかとか。はい、はい、本当に。ですが、もう心を決めて、もうお願いしますって言ったら、なんか、じゃあ一番下からだぞって。なって、後輩だった人が先輩になったりして、そこで、そうだね、一緒にね、来てくれたんだよ。同期になったの。はい、そうなんだ。何度か繰り返し。中村さん、62人組の先輩だった。うん、トヨタちゃんたちと同じの。はい、はい。中村さんも一回同期になったことがありました。そのね、中村幸子。はい、っていうね、幸子ちゃんっていう選手がいたんだけども、僕はそれ僕元だったね、ヌボって呼んだんだけども、その子も多分逃げてまた戻ってきたのかな。それで同期になったりとかしたんだ。一緒になって、でも
まだにあの、はい、やめて、で、はい、理恵が最後にもう一回下からやってくれた時に、はい、ユミと一緒の同期みたいな感じでやったんだ。はい、じゃ今まで後輩だったのが先輩になっちゃったんだ。あさりちゃんとか、はい、でもそれは大丈夫だったの？もう初めは後輩が先輩になるっていうの。そうですね、同期の近子が先輩、二個先輩になったんですよね。あさりちゃんがいて、うん、近子がいて、二個先輩になった時に、やっぱり地下も一人になっちゃったんですよ。前川は途中まで自分と一緒にいたんですけど、あの、出戻って、一緒にいたんですけど、前川さんも辞めたった。久美ちゃんもまた同じ代で。はい。やっぱ地下に、あの、地下もやっぱ先輩としてこう、なるったりしなきゃいけない時があるじゃないですか。その時は、はい。近子が、はい、リエを殴んなくちゃいけない。とか、あさりちゃんが私を、殴んなくちゃいけない、殴んなくちゃいけない、どういう会社だ。何かのミスがあったりとかして、はい、そうですね、まあ、多分でも同じことを、まあ、同じこと何回も何回も、はい、何回も繰り返すから、はい、そうです、そうです、もう部活と一緒な感じで、はい、大会系、はい、そういった時はやっぱり辛かったと思います。近子も仏法も、はい、後輩だった人が先輩をぶつって、はい、うん、そうですね、やったと思ってるかもしれないよ。うんのやばい、今までさーみたいな、ちくしょうやったそうか、そういう、あ、逆に自分がこうぶたれることが辛いんじゃなくて、はい、後輩だった子が自分をぶつのは辛いだろうなっていうふうに感じたんだ。すごいね、あっちは喜んでんのに。今だからですよね、うん、もう、はい、今だから思いますけど、その時はそうか、でもその、あの、後輩とか先輩とか の、はい、あの順序が変わっちゃったのも辛かっただろうし、あとは逃げて戻った出戻りの子に対して、はい、まあ、上のから下まで全部大変だったでしょ。そうですね、しばらくいないもんだと。そうです、そうです、もう空気状態で、うん、授業中に出前とか、うん、すいませんってお話をしに話しかけるんですけど、うん、もう近くの、はい、あ、そうか、あの、今出前っていうのは地方巡業に行くと、リング作って練習が終わった後に、はい、食べに行くところがない場合には出前取るっつって、みんなにあの注文を取りに行かなくて、配信中ね、はい、あ、何しますかって便に渡して、あ、じゃあこれ何々さんこれって書いて、はい、お願いしますって、みんな聞かなくちゃいけない。それを聞きに行っても、はい、そうですね、でも、もうそういう何度かもうそういう状態、精神的な状態が辛くて、もうやっぱり戻れないって言って、そうに帰っちゃうんですよね。またか、またか、そう、一緒にガラスの心なんでね、はい、いないみたいな、また帰っちゃった、また帰っちゃった、帰っちゃったっていうか、また逃げちゃった、もう本当に。でも最後いいよ、最後、あの、本当に会社側が、うん、アジャ様に、うん、自分を預けてくださったんですね。で、アジ様は、うん、お前のことは許したわけじゃないけど、会社に言われたからだと、最初、うんうんうん、あ、預かってくれたんだ、はい、言ってくださったんですけど、うんうん、でも、もう本当に最後だと思って、うん、アジ様にはしがみついて、うん、すごい面倒見てくださって、よかった。もう大体、はい、逃げて、会社が辞めさせたくない選手ね、辞めてもいい選手はそのまま話してるとは思うんだけども、辞めさせたくない選手に対しては私か北とかアジャに預けてね、はい、そうすればそこがもう絶対に守るから、ね、あの、他の人がやってこないから ね、 そ う、 ね、そういう感じだったよね、なんか、はい、まあ、面白い仕組みになって、はい、生き残りをかけた戦いです。前川中野さん、うん、グミがね、そう、はい、じゃあ大変だったね、面倒もやんなくちゃいけないし、自分のこともやんなくちゃいけないし、余裕は全くない状態です。そうだよね、リング片付けとかをしながら、帰ってないか、走り回りながら、あ、玉田さんいるかなとか、見張ってて、あれ、玉田さんいないなとか、見張ってた、はい、かわいそう、大変だよね。まあ、でもなんか仲間がいながら一緒に頑張ろうっていう人がいた方がやっぱいいよね、はい、同期一人しかいないっていうのが可愛さで一番ね、はい、そうでした、大変だよね、そっか。え、それでいつから組むことになったの？